はい、こんにちは、横山武史です。質問いただいてます。父が C 型肝炎、心不全、ペースメーカーを使っています。で、入院中なのですが、使えたら使ってやりたいのですが、もうすぐ84歳なのですが、先日から左腕と腹がむくんでます。原因がわからないということです。効果はあるでしょうか？また病院に持ち込んで使えるでしょうか？まあ、病院ダメっていうところもあるんで、マットだけにするとかいいですよね。で、効果があるかどうかっていうのはやってみないとわからないし、でもいろんな奇跡が起きてるんで、薬事法もあるんでなかなか言えないんですけど、また以前船井先生のところの島博士が、されていますが、同じものなんでしょうか？違うものです。まあ前は一緒にされたみたいですけど、今は別々にされてるみたいで、まあそれぞれ個性が出てきて、どっちがいいとかは全然わかんないですけど、僕がご縁があったのは佐藤先生であり、新野先生だったんで、はい、そういう感じになります。以上です。ありがとうございます。